お金の話、それは、深刻だ。なんだか想像以上に、売れない、その問題は現実に、重く感じてはきてて。売れませんでした。その時、あるいは社員一同は路頭に迷う、その感覚が今まで、か、不思議なくらいなかった、感じもする。無責任さだろうか。ともかくテレビは、スポンサーが支払い続ければ、続いてしまう。テレビを捨てるか？それはありえない。的な感覚が今、少し揺らいでる。そういうことだろうか。確かに。無理して地デジテレビを維持しなくてもよいのだ、今はもう。ネット配信で十分、なとき、スポンサーも渋る。そういう感覚が、テレビにしろ現実的になってきた、そういうのはあるのかもしれない。3000万円投入して、回収は500万円、とか、そんな作品を肯定し続けることは許されない。しかし、今までなぜかそれが続いた。